どう？あ、さえちゃんね、絶対あそこ入ってない。入ってないの、うん、いいよ。水だいぶ減ったね。うん、どう？ギルは当たる？俺もそこでギルっぽいの当たった。え？うん、俺も一緒。一回だけ。
よ。あー食った。あ、そうよしよしよし。あー来た。最初さ、ギルっぽいバイトだったの。で、すごい様子見てさ、で、ライン聞いたりちょっと送ったりしとったら、やっぱりバスやったわ。引いてる感じがさ、すごい軽かったもんで、バスかなと思ってゆっくり休みたらバスやったわ。絡んじゃったけど。はい、今釣れたのが OSP のシングロジグでドライブクロー2インチのゴーストシリンプです。うわ、ごがっつり。あそこの橋脚の裏が、カームサイドになっているので、あの辺でギルバイトがあったので、まあ、その辺を最初はノスト入れてたんですけど、ちょっと早すぎるかなと思って OSP のシングロジグでゆっくり通してみたら食ってくれました。まあ、小さいですけどありがとう。はい、ありがとうね、バッタちゃん。ありがとう。よいしょ。ネットでごめんね。はあ、風が吹いとるもんでさ、で、風の当たらない面で、退避しとるかなと思って、そこをさ、あの添え入れとったら、多分代わりもその辺でアルバイトがあったんでしょう。うん、最初はね、ギルが当たっとったんだわ。ほんでギルが折れたことはさ、バスも折るかなと思って、でスピード落としてもっと食わせやすいサイズでスモーラバー一応多分効くかなと思ってさ、念のため保険で持ってきとって、でスピニングも積んどってさ、で糸ガイド通して結び直して釣れた。最初はさ、保険でさ、ベイトを持ってきとったの。でもリールだけを持ってきて、糸が巻いてあるね。で、それをカバンの中に入れて、で、スピニングタックル1本持ってきたで、これ持ってきとらんかったら、あれは多分釣れとらんかった。うん。はぁ、よかった。ん？もう、多分ね、ここいいと思うんだわ。うん。うん、もうちょっとやってみる。うん。水温は17度。うん、まあ全然釣れるわ。食った。ほら見えるこれ。ほら。食った。え、離した？あ、離したかなこれ。離したね。
思いっきり歯型ついとるわ。あんだよ。これ分かりづれえな、やっぱり砂の上だったら分かるけどさ、石とかの上に今混ざってきたで、石の上を引いとってで、こうグーンとなんか持ってたような感じだったで、でちょっと一瞬重みが乗っかったからさ送ったんだけど、でもあれで話したんだから絶対小さいわ。うん、お尻かじって終わってるから絶対小さいわ。うん、なんか悔しいな。あれで即合わせしてもさ絶対抜けるし、で抜けると分かってるからさ送って離されるからさ、どっちやっても後悔するんだよね。送っても後悔するし、即合わせしても抜けて後悔するし、切れた？ん？どうした？あ、来た？おお。ギル？バス？わかんない。バス？あ、やった！やった！ああ、よかった。よかったね。はい。もう小さすぎてギルかと思った。小さすぎて分からへんの。うん。あ、がっつり。おお。はい、ドライブクローラー 3.5 のミミズでの進化脇やね。はい、まあよかったね。今日は坊主かと思ったよね。うん、よかったよかった。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、あ、大丈夫だよ、小さいやつは元気あるし。跳ねる。よし、勝てた。なんか半信半疑やったんやけど、うん、弱かった。弱かって、うん、弱かって、うん、で、なんかポンって言ったけど、うん、ちょっと倒して、うん、なんかでもなぁと思って、で、合わせたら大丈夫だった。どうしたの、こけた。そこに、ああ、そうか。そう、なんかラインが走ってかんとさ、不安になるでしょ。うん、やっぱりあんま走っていかないね。うん。おい、一匹目のやつはそうだった。二回目のやつはちゃんと大きい走ってたけど、うん、わかんねえんだよな、ショートバイトって。あ、今日は豆の。本当だよ。